まあ、金でやろう、いや、そんな人が集まってる。ないんですよ。妄想ね。妄想、あくまでも妄想ですよ。うん。まあでも、そうさせて、そういうふうに気持ちを思わせてくれる芸能人の人って偉いですよね。そうですよね。金でやれるんじゃないかとかさ。うん。多分、そういうふうにやっぱ、ファンのことを思ってくれてんのかもしんないけども。まあね。うん。まあ、ということでね、6月11日、今年もね、妄想総選挙ありますので、はい。お楽しみに。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ではこのコーナー行きましょう。クソステーション。今ブログ、ツイッターなどで発言したことがそのままニュースとして流れていたり、しょうもないニュースが溢れております。そんなニュースの中からメガネビーキが誇るクソメン、クソガールたちが最もしょうもないと思ったニュースを紹介します、うん、そうですね、まず最初のニュース、うん、ラジオネーム、はい、テカコ記者が送ってくれました。うん。うん、アン、突然の来客につけ麺を出す、うん、女優のアンさんが先日、夫で俳優の東出昌大さんが、突如自宅に連れてきた友人、南海キャンディーズ山里亮太に、うん、お手製のつけ麺を振る舞ったことが分かった。おう。この日、東出さんと山ちゃんは初めて一緒に飲みに行った流れで自宅へ、うん、突然の訪問に嫌な顔もせず、うん、気遣ってくれたアンさんに山ちゃんも感動したとのこと、うん、しかしメガネビーキリスナーでもある東出さん、うん、山ちゃんと飲みに行くあたり、これは本物のクソ麺なのではないか、うん、ますます疑惑が深まる結果となりました。なるほど。へえ、すごいね。山ちゃん、東出さんと飲みに行って、その後に家行ったんだ。ねえ。いや、俺、このさ、ニュースの、は、ネットニュースでね、うん、出てたんですよ、よくこの、うん、この、なんつうの、こういうとこだけ。見出しが。見出しが。見出しが。でも、開くことは一回もなかった。まあまあ、つけ麺出したんだろうな、と思うだけで。なるほど。だ、開いてみたら、そうなんだ、と思って、結構ね、うん、なんか山ちゃんが言ってたんだ、とかさ、思っと、あ、そういうことか、って思ったけども。見出しは開く気になれなかったね。3日間ぐらいずっとネットニュース出てたもん。この見出し。クソニュース。クソニュースで、だから、ね。開こうと思わないんだから、俺。ってことはクソニュースなんだね。そうじゃない？でも、すごいね。やっぱ、いい子なんだね。うん、びっくりするね、こういうの、うん、家に呼ぶんね、まあ、行くなんて、で夜中じゃないの、どうせこんなんだって。夜中とは限らないか、うん、まあでも、ね、でもさ、夜中じゃない、飲んだ後にさ、つけ麺っていうラーメンっていうそのイメージでしょ、うん、だから多分、うん、そういうことでアンさんはこう出してくれたんでしょ、うん、ご迷惑じゃなければ次ね、2軒目はうちでもいいですかっていう誘い、びっくりするよね、誘われた方は、え、いやいやいや、悪い悪いよ、だってあんちゃんいるんでしょみたいな。ねえ、普通でもすごい、ちょっとこっちは遠慮しちゃうじゃん、うん、遠慮する。でも、あ、大丈夫大丈夫っすって言われて、悪いや、悪いのにって思ったのに、つけ麺まで出されちゃったら、もう申し訳なくてしょうがない。まあね、ああ、ちょっとね、次回から行けなくなるな。すごいよ、ちょっとその後、うん、しかも誕生日が近かった山ちゃんに、彼が大好きなハイボールに合うウイスキーと、司馬遼太郎の陶芸を上下巻セットでプレゼントするサプライズもあった。何ですかそれ。何なのこれ、すごくないかこれ。できすぎ。いい人。いい人すぎるよ。いい人すぎて、もう、うん、ダメだよね。ダメ。こんな迷惑だ、迷惑。迷惑じゃない。すごすぎないか、今時にこんなカップルいるんだ、こんな。いや、だから、これを素直に、こうなんだろうな、やっぱり、山ちゃんは、クソメンじゃん。うん、だから、素直に、受け止められない人だと思うよ。うん、もう、申し訳ないという気持ちが強すぎて、うん、これを、
へえ、嬉しい、ありがとうっていうのを森泉ぐらいのもんだったよ。確かに泉ちゃんはそういうの全然気にしないからね。でしょ、うん、うわぁ、いい、うんうん、嬉しいって言って、うん、そう。でも、また遊び行くねっつって本当に行くタイプじゃん。でも山ちゃんはこれもう気使っちゃって、うん、もう二度と行けないよ。わかる、もう行かないでしょう。だから飲むにもまたそれをされることを恐れて、クソメンってそういうとこあんだろ、本当に。やっぱだから違うんだよ、うん、東出さん、あんちゃん、この二人、ほら俺が前に言ったじゃん、うん、芸能界でも一番のナイスカップルと、はい、こんなに心の綺麗そうな二人は、うん、あんま芸能界にいないと、いないね、うん、だからやっぱ綺麗すぎて、うん、もうあの山ちゃんにここでやっちゃうから、うん、まあ合わないんだよ。だからクソメンのレベルが違うのよ。なるほど、うん。そうね。汚いからね、山ちゃんは。とにかくもう、うん、ちょっとこれはもう凄すぎるなぁ。すごいこれは。俺も飲みに行って誘われなかったらやだな、でも、俺。こうなった、うん。これを知った上で、うん、何も知らないふりして、うん、飲みに行ってさ。うん、二軒目誘われなかったら、ショックだね。うん、もうこういうのしちゃったらさ、ちょっと、誘われないんだ、みたいになっちゃうじゃん。でも、ほら、なんつって、東出くんはさ、うん、ラジオ結構聞いてくれてるから、もし今の頃、聞いてたの場合だよ、うん。逆に誘わないんだよ。おじさんは迷惑だろ。確か誘わないだろうな、もう。そうね、もしこれを聞いてた場合、聞いてた上で、うん、おぎともし、なんかご飯に行く機会があった場合だよ、うん、どっちを選択するかだよ。煮物だね、それは。それでね、誘ったがいいのかな、でもやっぱ誘われるのがいいのかな、それもちょっと見てみたいしね。なんで上からの。ほら、このニュースは、うん、クソですよ、これクソ、うん、これクソニュースですか、はい。さあ続いてラジオネームスムース、こじるり高速横ベロを披露。タレントの小島瑠璃子さんが2日、男性洗顔料の PR イベントに出席。ステージにいた MC のイジリー岡田さんに持ちネタの高速ベロをせがむと、イジリーさんは縦ですが、私は横に動かせますと、自発的に高速ベロを披露。自ら高速ベロを披露する小じるり、うん。これは、やれる総選挙を意識してのアピールではないか、と。ね。横に動かせられんだ、この子。へぇ、なるほどね、うん、これ本当にニュースになったの、これは本当に。だってこれは本当に、これ、うん、これあっちじゃなくて、うん、ひどいね、これをニュースになるって。イジリーさんは縦ですが、私は横、うん、うん。まあいいよ、イベントではさ、こういうリップサービスじゃなくていうか、なんていうの、こういうなんていうのサービス精神、サービス精神は素晴らしいと思うんだけど、うんうん、絶対ニュースにしちゃいけないやつでしょ。まあね、誰が見ても面白くない。うん。これは。そうだね。いや、本人はいいけどね。そう、うん。本人は本当いいのよ。イベントではこういうの必要だから。うん。うん。うん、いや、まあ、どんどんダメになってきたね、ネットニュースも。本当に記事にする人が全くないってことですね。そうだね、これは。これはじゃあクソ。うん、クソだね。クソ中のクソってことですね。クソ中のクソ。一番のクソかもしれないね、これ。もしかしたら今までの中の。一番記事にしちゃいけないやつね。そう。はい。うん。ラジオ、うん、クソステーション。これ記事なし。記事なしの方ね。はい、ラジオネーム、あともう少しで12月。はい。日村、渡部の次は、矢作健か。うん。5月6日の夕方、モデルの誰のがれ明美のツイッターにて、お笑い芸人の矢作健とのツーショット写真が、つぶやかれた。うん。一見おかしいところは何もないのではと思うだろうが、うん、収録終わり、エレベーターが一緒だった矢作さんという文面とともにアップされた写真に写っている二人は、うん、仕事のみの関係とは思えないほど密着しているのである。うん、独身貴族で有名な矢作健だが、誰のがれ明美は本命か、それとも遊びか。うん、お笑い芸人が波に乗っている今、矢作健と誰のがれ明美の今後の動向に注目したいところだ。なるほど。最悪だよ、これ。そういう写真が出たの？ツイッター。いや、これは、あれよ、ちゃんとした、あの、記事じゃなくて、うちのクソ、うん、クソメン、クソガール記者が、乗ったやつでしょ？やってきたやつだから。これ誰のが